スズルです。どうも、ゆっぽんチャンネルのゆっぽんです。ヘロトです。お願いします。お願いします。コンビ、コンビいいっすね。多分初めてじゃない？募集する動画撮んの。確かに初めて。初かもしんない。初かもしんない。初かもしんない。初か。明日は多分もう解散してると思うんですけど。明日ですか？してないですか？してないですよ。してないですか？してないです。これ8月1日か4月31日の動画じゃなくて、もうこれ解散最後の、最後のじゃない、最後の涙の、なんで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 、涙の最後の撮影ってことで、なんでなんで、解散動画なんで、おかしいよ、おかしいですか、はい、今回ですね、バッティングということで、はい、こちら、バン、はい、切れ出すバットって知ってます？切れ出すバット、知ってます？切れ出すバット、あの投球法を安定するというか、球速が速くなる。あるじゃないですか、はいはいはい、そのバット版が出たということで、はい、あのもう結構前に出てたんですけど、はい、なかなかこう入手困難でね、やっと手に入りました。でこれちょっと打ってきたんですよ、みんなで。で打球速度だったりなんかバッティングのこう向上を、まあ、目的としてるんで、プロ野球選手も結構打ってるんです、練習で。なるほど。使ってますね。代表的な選手と言ってもらっていいですか？知らない。知らない。これじゃ知らない。知らない。知らない。え、知ってます？わかんないですね。誰？大山選手と岡本選手。なるほど。 あとあの吉田正尚選手、あと誰だろうな、誰か、まあ結構いますよ。あ、ジャイアンツね、ツイッターあるじゃないですか。あれをこうリツイート確かキレダスさんがやってて、あ、使っていただいてますみたいな感じで来てるんで、まあ、キレダスさんのツイッターとかインスタとかもチェックしてもらえれば、あの選手が使ってるとか、強豪高校も使ってるんですよ。春夏連覇した大阪の方のね、大阪の学校だったりとか、大阪使ってます。もうたくさんこう購入して、もういろんな選手みんな振ってるんですよ。それぐらいこう認められたいいバットなので、まあ、これでどれだけバッティング向上するか。これって実際どんな感じのあれなんですかね、バット。ヘッドがでかいですよね。そうですね。重いんですよ、ここが一番重い、はい、なんか長さ的にノックバットっぽい感じだし、うん、このグリップ細いんですよ。形状のここノックバットっぽいです。でもここがめちゃめちゃね、重たい、太いし。ワンポイントで、ここだけ。そうですね。ここで打つっていうことですかね。スイングボームのヘッド走らせて、うん、打つみたいな。その後に通常のバットで打つことで、まあ、キレが増すという、はいはい、いいバッティングができ る。そんなバットになっております。なるほどです。でこれをちょっと打ってみましょう。はい、はい、今回あのスピードガン用意してましたので、スピードガンを、まあ、使ってビフォーアフターで打っていきます。はい、はい、それでは行きましょう。じゃあ行きます。じゃあ108 108、115 が最初ですか？そうですね、115ですね。じゃあ次、キレです。キレです。ヘッドを走らせて意識。走ります。素振りしてからいいんや。軽く素振りして、何回か素振りして。どんな感じ？わー、めっちゃヘッド重いですね。これ自体は800ですか？700です。700、全然700に感じないです。一応ね、3本あるんですよ。ジュニア用と、まあ、これとあの大人用って 800g のやつか。あ、これ真ん中のやつ700。全然700に感じないですけど。マジですか？いきます。113。おお、113。112。112。109。109。109です。ではレガッチャンに戻して、はい、ではレガシに戻しましょうか。じゃあ今の意識、今の意識。じゃあ105。105。思いっきり思いっきり思いっきり本気。117。おお、更新した。最高じゃん。120いきたいな。当てろ、しっかり当てろ。116。116。おちょっと上がったぞ、この一瞬で。いや、この一瞬でだから、若干効果出たんじゃないですか。ちょっとはヘッドを走らせるこう意識というか、イメージみたいな感覚というか、というのがあったじゃないですか。ありますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。 OK。 はい、どうぞ。お願いします。137。おお、すげえ。127。はい、オッケー、ラスト。いいんじゃない？132。132、オッケー。じゃあ、キレダス行こう、キレダス。キレダス行きます。キレダス行きます。重いっすね。重いっすね。全然700より感じますよ。マジで？こういう感じで、すごい。あれ、720なんですけどね。うん、ギガキングが。800ぐらいに感じますね。重たいっす。ここだけ。ね。はい。お願いします。134。おろ、いいよ。これで試合出ちゃいいんじゃないですか。いいよいいよ。
136。しなり。130。お、いいね、いいね。でも感じますよ、走ってくれる感じはめっちゃありますね。超重たいのを感じます。本当にここにあるんだなっていう、こういうかっていう。確かに振る時飛距離は、飛距離は間違いないですよ。うん、だこれで戻してみて、今最初が137、これ137、はい、キレスバットが136マックスで、今の感覚のままいきます。もう何も変えず、はい、今の感じで、はい、129落ちたね。137。タイです。はい、タイ。133。おー、安野さん、なんか走った時は分かります、走ったって。ただまだ身についてないですよ、この5回とか3回じゃ。けどこれを例えば1日10回みたいな感じでどんどん馴染ませていったら今いけると思うんですけど、さすがにこの2、3分じゃ無理ですね。でも分かります、この、あ、今走った、あ、ちょっと刺されてる、それがすごいはっきり覚えられると思います。なるほど、はい、効果はかなりありますね。これお値段1万1000円です。ああ、全然いいんじゃないですか。うん、つぶり用で。そうそう、これとそれと2種類持ってるよ。そう、しかも公式軟式で置いてるんで。ああ、はい、うん、いいと思います。いいと思います。次、翔平 TV チームいきましょう。よいしょ。普通に打っていきたいと思います。126。いいね。128。おお、いい。はい、そう、いいね。128。おお、いい。超安定してるよ。安定してる。じゃあ、蹴り出す。なるほど。感覚はヘッドにやっぱり重さがあるんで、重く感じます。インサイドから出さないと、やっぱりバットに振らされちゃうっていうのがあります。早速やっていきたいと思います。117。いいね。119。119。124。おー、いいじゃん。さあ、このイメージで何も変えず、レガシーで、レガシーでいきましょう。そうそう、レガシーじゃなかった。130。おー、130。いや、2球目。おー、いい。122。おー、122。オッケー、オッケー。でも、アベレージは32、俺の場合、俺これで打った。これ打って、レガシー打つ。そっちから。ちょっと変えてみよう。なるほど。どうした？感覚は。本当に700かっていうくらい重たい。そうなんですよ。かなり重たいですね。こうなんか遠心力をこう使う感じ。はい。出すんだよね。よっしゃ、いい感じ。ではピンクマンで。ピンクマン。ピンクマンでいきます。ピンクマンコースでいきます。お願いします。145。よっしゃー、145。あ、やっぱこれあれだな。たまに、あ、ピタッと来る。そうなんです、わかります。そうなんです、たまに来る。慣れるのが必要ですね。慣れが必要。えい。143。143。ラスト。俺の可能性を見出せる。はい。147。147。リガち� ゃ, ちゃプロいけるわ。どうですか、感じは。重さを使ってこう遠心力でこうワーンってなってる感じ。ちょっとミート落ちますか、やっぱ落ちる。でも感覚を得るもんなんで。そうそう、ミート力というよりかはこの感覚、このしなりでこうポーンってね持っていく感じ。そうですね。当たるか当たらないかも自分次第。まあ練習ギアですから、これを試合で使うわけじゃないんで。そう、じゃあレガちゃんでいきましょう。147期待最高。152目標。最後、頑張ろう。シェイ。141。あー、ちょっとね、つらっと押し込めよう。差し込む。いい。148。お、これ更新、更新、更新。マックス更新。もうちょっと気合いよ。でも、あれで打ってるイメージって、キャラスマット持ってるはずだったもんね。そうだ。キャラスマット持ってるんだね。はい。じゃあ、行こう。153。おお、どういう顔。いや、まあ、150行きましょう。160。キャラスマット持つのもいいよ。つまらないように
145。まあでもアベレージ145以上。全然全然。142です。どうだった？今腰痛った。もういいじゃないですか。もう一回いいですか？もう一回いいよ。156。ハローロックみたいですね。腰痛、マジ腰痛った。148。ダメだもう無理。カン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 。48、53、48。やば。はい、というわけで実際に打ってみたんですけど、はい、どうでしたか皆さん。感覚的には。感覚的にはすぐっていうんじゃなくて、うん、その時その時ですかね。まだハマらない時ある。まだハマらない時ある。ギアなんてその慣れっていうのは必要だと思うんですけど、まあさっきも言ったようにこれを試合で使うわけじゃないんで。そうです。これは覚えさせるためのものなんで、癖をつけて自分のマイバットに合わせていく。はい、それが大事になってきます。はい。ですが、結果的には。結果的に。どうですか。どうですか。どうだったとどうですかが、キリ出すのマジで。どうですか。どうですか。いや、どうなんだろう。結果良かったんじゃない。結果良かった。私だけ。グッと上がったのは、ソメソメさん。まあその3分5分で結果が出たらすごい多分確かにすごいギャラなんで、あくまでも癖付けとしてはかなりいいんじゃないかなと、あのこうしならせるうんことを覚えるのいいと思います。継続的にこう練習して、そうですね、1日3分で5分で振っていけば身につくと思うんで、いいギャラですね。いいギャラですね。まあ1万2000、1万2000円、そうですね、はい、買うかちゃう、全然いける。これで2万とか3万はきついけど、まあバット1本木製バットと一緒なんで、確かに全然いいと、ギアとしてこう結構ね入手困難なんですよ。なるほどなるほど。なんで、なかなか入荷しなくてて、はい、それでようやく入荷して、すぐ買ったっていう感じ。なんで、今ちょっと見たらもしかしたら売り切れてるかもしれない。まあ、くれでもね、メルカリで買わないように。あ、なんか2万2000円ぐらい通してる。高い、高い。それは高い。はい、高いんで、買わないように。入荷まで待つっていうことが一番いいかなと思います。はい、なるほど。はい。で今回ね、紹介しましたこの切り出すバット、はい、切り出す の, あの投げるやつもありますんで、はい、こちらの動画の概要欄にリンクを、はい、インスタ、ツイッターで購入リンクできますので、はい、ぜひともチェックお願いします。お願いします。はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。君だ。